今回は、バラバラの実の解説シーンに対する読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。バギーのここの能力説明シーンさ、月バックにした、ニカの影のコマとそっくりだよね。しかもバラバラの実とは言わずあくまで、バラバラの能力としか言っていない。後に合流する、ポンちゃんクロコボーイの場合は、実まで書かれてる。D にも見えるねー。必ず足だけは地についていなくてはならない。こんな、ルール違反は禁止、超重要事項みたいな言い方する？足だけは飛ばせないではなく、地についていなければならないっていう書き方は確かに含みがある。海の上にある大地ではなく、海中に設置した海底大監獄。これは大地に該当するのだろうか？地面に足が触れている概念が大事なんじゃないか？海中でも監獄の床は立派な地面、船やイカダの上も立派な地面、だからルフィに持ってもらうのはセーフ。浮いた自分の手や体で自分の足を持って浮かせるのはアウト。なんかこいつだけ条件が厳しすぎるし何かありそう。捜索域の範囲って具体的にはどのくらいか謎のまま？波に吹っ飛ばされた時に捜索域を離れた V はどうしてたっけ？吹っ飛ばしたのはルフィで捜査圏内を離れた肉体はバギー海賊団がずっと持ち歩いてバギーを探していた。バラバラ以外の能力を使うこともできるみたいな言い方だなこれ。バラバラ以外の能力を使う場合は逆に足は浮いた状態になるとかってことは地面じゃなくても良いのかじゃないと船で移動できないしね。逆に足が地につかない場所、無重力空間とかには入れないのかもな。ラフテル前で熱出た理由がそれだったりして、よく気づくなすごい。バラバラも何か秘密はありそう。そもそもバラバラで足は必ず地面って制約がよくわかんない。SBS でバギーは足以外飛んでワンピース取りに行けば良いんじゃないの？って質問からバラバラの規約が増えた気する。この質問再登場前だったかな。浮いた手で足は持てないのか？これ思ってた。ルフィに頼んでるの見ると無理なんだろうね。自分で持ち上げようとしても張り付いたみたいにびくともしないとかなってそうだ。他人が持ってもいいけど持った状態で背中には乗せられないっぽい。手に持たせて案内中は乗せてないが針山地獄では乗せてはいるけど足は地面あたり直接地面につくんじゃなくて実質ついてればいい感じも地味にバグってる。そうすると飛べることになるからダメなんだろ。飛べる悪魔の実は5種の法則。ドフラミンゴは雲に糸を垂らしてる。カイドウや桃の助ホムラグモに捕まってる。バギーは足を持ってもらえたら飛べる。鍛えたら操作可能範囲も広がるんかね。バギーの前に海賊王が奪ってきた悪魔の実だからな。何の変哲もない悪魔の実だったらびっくりだよ。ボン、ちゃんとクロコダイルの説明と絵面も違うもんな。この一枚絵を見せてるように見えるし、これって例えば2階に足を置いて1階に本体が飛んでいくってのもできるんやろか。インペルダウンで本体が下に落ちた時見るに起点より下にも移動は可能だと思う。でもこれを見る限り捜索域は広がってるっぽい。インペルダウンの二人の時便利すぎる男で面白かったな。あそこで疑似的に空飛べるのバギーしかいなかったから。あれ最初にパーツは縛られて、本体はルフィにぶっ飛ばされてなかったっけ？縛られた結果、顔で足だけの珍獣になったよ。どうやら可動域を離れても死ぬわけじゃなくて操作不能状態になるだけみたい。これ足が無事だから、ついバギ爆弾してしまったんだよな。現時点でも攻撃面だと微妙ってだけでなかなかの有能能力っぽいけど多分覚醒してないんだよね。覚醒しても考えられる感じだとオペオペの介護官っぽいけどあれは脳が使いこなしすぎてるだけだから実際破損じゃないのかやっぱりニカみたいな感じなのか。脳は本人がバラバラにされたら普通に死ぬし別に空は飛べない脳はあくまで手術。オペオペの回っていうほど二つの悪魔の実は似てない。火や攻撃力はバギーの戦闘力が低いだけで使い方によってはちゃんとあるんじゃないかな。武装色まとった拳や体の一部が超高速で敵を追尾し続けるとかやりようはあるし、一定範囲内を超えると操作不能になるから操作範囲が半径4メートル前後の現在だと自動追尾は微妙かも。ロギアでよく根になる。なんならバラバラ砲、切り離し、とか普通に強い。これは D、王家のバギー。体がバラバラになるのもトムジェリにはよくあるカープーン描写だからおかしくはないよね。バギーはシャンクスよりは腕力はあるんだよなあの筋肉量で。最も子供時代のことだから変わってるだろうが、ただそれがバラバラを使った戦闘と全然結びついてない。この場合どこを鍛えると覚醒するのかな。原作の身長以上の斧を背負うところやジンベイプラスルフィを抱えたりする部分を見るとそれなりに力持ちだし、アニメだと幼少期は明らかにシャンクス以上の腕力がある描写が多いんだよな。これは自前なのかバラバラの身の力なのかわからんが、ほんとだ徹底されてる。ってことはバギーの設定に腕力があるんだろうな。
作品的に違和感なしに見てたけど、子供が中に入ってるだから、バコ思ってジャンプするの頭おかしいし、大人でも肩を使って抱えてる樽を両手で持つのもヤバすぎでしょ。大人バギーもマリンフォードでジンベイルフ抱えて赤犬から逃げたりしてるから、腕力はあるとは思うが、柱持ったゾロをサンジが足で飛ばしたことあったが、サンジは改造人間だったし、そんなもんで済ませて良いのかがわからん。ゴムゴム、オペオペ、闇闇あたりは特殊な悪魔のみぽく、あるがバラバラもそこに入ってくるんだろうか。主人公の次に登場した悪魔の実でゴールディロジャーがわざわざ奪ってきた悪魔の実って考えるとな。あと俺は闇闇よりもグラグラの方が重要な気がしてる。オペオペとジキジキはおそらく何らかの役割がある実だと思う。足でゲッポしながら胴体でも飛ぶことってできるのかな。ちょっと距離の長い二段ジャンプになるだけじゃないかな。ゲッポは空気を蹴って飛ぶ技だし、足奪って空に向かって放り投げた瞬間に無力化できるのか。それを連携プレイでやったのが初戦のルフィだったと思う。あの時は頭と手も一緒に飛ばしたけど、足だけだったら残りパーツが操作不能に陥ってバラバラ死体じみたものが転がってただろうね。インペルダウン見るに分離中も足動かせるし、しかも地面についてさえいれば足も分離できるっぽいから割と無法だよなこの能力。足が地面または地面と接地してる人間の手元についてて操作可能の範囲内に体があるなら割と無法だが、足が地面または地面と接地してる人間の手元から離れると無力化する。スタンド地味た制約ではある。バラバラの能力に重さを感じないのか。四季と戦った時にはもう悪魔の実食べてたしな。ただこれおでんの公開日誌と矛盾するんだよな。やっぱバラバラの実が重さ感じさせないとかあるのかもな。空飛んでる時でかいを乗せ負ってルフィ乗せて軽々飛んでるから重力の概念があるのかどうか。バギーが身を食うまではどうだったかわからないんだよな。一応初期に回想あるけど、あの時はいかにも大きな荷物持つような状況ではないし、水泳が得意でグランドラインの海に落ちても心配されないレベルの水泳力はあったくらいしかわからん。水泳得意だと上半身が強くなるけど、それと関係あるのかは不明。よく考えると確かにバラバラって異質だな。メタ的に言えばルフィの能力の最終候補だったわけだし、仕込みがあってもおかしくはない。もちろんルフィにつける場合と設定を変えてるかもしれんから断言できるほどじゃないけど、攻撃が自由って意味では伸びることとバラバラになるってのは似てる。バギーの身1億だっけ。後からいくらでも実は、でしたってできるけども。バギーの派手好き概念はニカのカープン的にも似てるけどな。通過バラバラになってもくっついて戻るとかもろにカープンの描写じゃん。ニカと同類やろこんなん。勝手に周囲が集まってきて動くという点だけはルフと同じなんだわ。バギーの覇王の使い方がどうなるかは知らん。バギーの覇バカにされてるけど、実は特殊な種族の可能性というのもあるかもしれない。バギーの赤くて丸い鼻って本物なのかね。原作では、誰がつけっぱなじゃ、とか、この鼻が自前じゃおかしいか、つけっぱなみたいでとは言うけど、これは自前だ、と断言してないし、この漫画って特徴的な鼻のキャラはいるけど、鼻の穴はしっかり描いてるが、バギーはよく鼻水が出るのに、徹底して鼻の穴は描かないんだよな。バギーって鼻にコンプレックス持ってる割には、海賊機にも赤鼻つけてるし、バギー玉も赤くて丸いデザインだしな。本当につけ鼻だったら白ひげが、面白い赤っ鼻はもう死んだかって聞かれた時に、バギーか。手間があったのもシャンクスには、バギーは赤鼻というイメージがなかったせいかもな。